さん、こんにちは。ビーレジェンドのダンです。今回はですね、スタンディングラットプルといって、ラットプルの収縮をメインに行う種目を行っていきます。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報などを配信しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。本日はですね、スタンディングラットプルダウンということでですね、ベンチを置かずに、すごいところにパッと置いてるんですけど、このパッドの場所の理由っていうのは、本来のラットプルのマシンであればここにベンチがあると思うんですけど、ちょうどそのベンチの端っこに膝を割ったらちょうどいいので、パッドで代用してるっていうような感じです。では早速やり方を説明していきましょう。まず重要視しているのは、しっかりと胸を張るこの動きですね。そしてこの胸を張るだけじゃなくて、肩甲骨をしっかりと下げる、肩甲骨を下旋させる、肩を下げる、この動作っていうのをしっかりと行っていきます。胸張って肩甲骨を下げるんですけど、しっかりお尻を出して骨盤を前傾させて姿勢を作ります。後傾した状態でやってもいいんですけど、そうすると下背部とかにも効きにくくなるのと、後傾しながら胸張ると力んだ時に背中が痛くなる可能性っていうのがあるので、しっかりと人間の関節の運動連鎖を意識して、胸を張ってる時は骨盤はしっかりと前傾する、この体のナチュラルな動きを意識してやっていきます。で、足幅は腰幅ぐらい、もうこのジャンプして着地した時のこの一番ナチュラルな姿勢で行っていきます。で、基本足幅はまっすぐついてあげてください。手幅は人によって変わってくるんですけど、ラットプルのバーってこういう形になってると思うんですけど、このちょっと山になってる、ここに人差し指をいつも合わせます。ただ178センチの僕の腕の長さでこの幅なんで、もうちょっと小さい人は位置を変えてあげる、170前半ぐらいやったら中指にするとか、170ないねんっていう人は薬指にするとか、そういう感じでちょっと調整してみてください。で、握ってあげて胸を張ります。で、この時に一旦僕はこう全身こうぐーっとしゃがむように引っ張って、このバーの位置を変えないまま胸を張って、このままちょっと体を前に倒す。で、ここで姿勢をしっかりキープして、肩甲骨が下がってる、胸張れてるなと思ったら、もうここからグッとこの位置から肩甲骨をグッと一回一回上げずに、下がった状態をキープしたままグッと引いてあげる、引いてあげる。で、イメージはずっと固定でもいいんですけど、こうやってあげることでちょっと反動を使うのもあるんですけど、背中を意識し続けたまま動かせます。ここで固定したままこう戻していっちゃうと肩が上がりやすくなってくるんで、ストレッチを効かしたかったらいいと思うんですけど、僕はこれ1種目目に持ってきて、背中の感覚っていうのを鋭くするために行っていくので、まずはストレッチとかも全然気にせずに、収縮メインでもうぐーっと体持ってって引く、持っていかれる。で、そのままでも引くときにグッと倒れるのではなくて、しっかりとちょうど最初のこのスタンディングにセッティングしたこの位置に戻ってくるようにストップさせます。ここでこういう意味ですね。こういう形でずっと肩甲骨と肩が下がってると思うんですけど、ここをしっかりと意識しながら、まずは広背筋もそうですけど、この下背部あたりですね、チューブよりもちょっと下のこのバックポーズを取った時に、クリスマスツリーと言われる下背部のこういう筋を意識してやってます。これがスタンディングラットプルです。割と重い重量でやる時とかやったら60キロとかですけど、基本体が持ってかれたりするんで、あんまり重いのでは行わないです。なのでメインセットでやるというよりかは、アップで行う、もしくは最後の追い込みで行う、どちらかでセッティングしてやっています。気になる方はやってみてください。割と背中の種目入りにくいなっていう方、これからやるとラットプルなんかめっちゃ入んねんけど今日っていう感覚を味わえるんじゃないかなっていうふうに思うので、ウォーミングアップや追い込みに使ってあげてください。もしよかったらいいね、参考になった、もっとこういう種目を教えてほしいっていうのがあればコメントにお願いいたします。また概要欄には B レジェンドの公式 LINE をはじめ新商品の情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。チャンネル登録もお忘れなく。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。